はいどうも、えなもとです。じゃあ行きましょう。今日もですね、えー、学生からの質問に全部答えるシリーズの11っていうことでですね、やっていきたいと思います。まあちょっと朝なんでね、テンションが若干低いんですが、えー、頑張って上げていこうと思います。じゃあ行きましょう。1個目。この生き方についての質問の今回、A、セクションで、1個目の質問これになります。落ち込んだ時はどう切り替えてますかえへへへへ。<laughs> 難しいの来たなぁ。ちょっと考えさせてくださいなんだけど、喋りながら考えたいのでえ。多分ね、これ、背景としては、なんか、多分落ち込むことがあった時に、あの、まあ、僕だったらどうしてるかっていうのを聞きたいと思うんですけどね。どうかなある、二つかな。二つだけ重視してることあります、いつも。一つは、まあ、一番好きなもんとか、美味しいもんとか、食べたいもん食べること。で、二つ目が寝ること。 もうこの2つかなと思っていますでやっぱりそのなんだろうめちゃくちゃ寝ることと美味しいもん食べることって結構幸福度に関係してくるのかなっていうところは思っていてでやっぱりそのそこをないがしろにしてしまったら気持ちとともになんか いろんなところまで落ちてくる気がするので、僕の場合はやっぱそうしてますね。なんだろう、結構シンプルな回答になっちゃって申し訳ないんですけど、もうよく。まあ、あと何,何やってるかなぁ。あ、座禅座禅だ <laughs> 昨日座禅やった。あの、昨日ぶっちゃけ落ち込んだんですけど。 ちょっとねあの、気持ち落ちることがあったっていうか、焦ることがあって、で、それで昨日座禅してましたね。で、僕いつもなんか朝と晩に今座禅するようにしてるんですけど、うーん、それをちょっと足したりとか、その瞬間一回ね、あの、目は薄く開けるんですけどね、目を薄く開けて、あの、落ち着いてちょっと座ってみるっていうんですけど、そういうことしてます。やっぱね、なんだろう、うーん。 一回その状況を客観的に捉えるとか、あの、大したことないなと思えるとき、状態ぐらいまで自分を戻してくるっていうところに結構全力尽くすかなっていうのは思うところなんで、まあ、ちょっと何かの参考になれば嬉しいです。なんでまとめると、えー、お芝も食べる、よく寝る、で、それに加えて打前することが多いっていう話でしたね。まあ、最後のところはね、あの、まあ、個人的に打前が好きか嫌いかっていうところもあると思うので参考にしていただければと思います。じゃあ行きましょう、次。 海外で学んだものはそこでしか得られないものはああ。まあ、多分、長期の海外滞在経験がなかったりとか、もしくは海外行ったことないっていう方からの質問でしょうね。うん、いろいろいただきました。もちろん、英語力もあるし、まあ、英語力っていうほど、大して英語力今ないんですけど、さっきもね、英語でメール打っててボロボロだったっていうところはあるんですが、 一番得たっていうものをシェアさせてください。一番は、困難な状況を乗り越える力がついたかなって個人的には思いました。で、それが一番ついたなと思うのは、実はすごいあの普通の話で、あの、生活環境を 整えた3ヶ月っていうのがあったんですよ。僕の場合はロンドンですね。まあ、英語力も乏しい状態。っていうかまあ、はっきり言うと受験英語レベルのぐらいの状態で乗り込んでったっていう感じで、で、ビザ、ビザっていうのは働くビザがあるんですけど、それだけ持って、カバン見つて行ったんですけどね。で、普通の人は語学校通って、で、まあ、あの、転職エージェントとか就職エージェントにあの登録をして、 仕事紹介してもらうか、そうか自分であのジョブインタビューとか言うんですけどね、面接行ってあの、仕事もらうとかやるんですよ。ただ僕の場合はちょっと違って、うん、その辺も全部自力でやってみたらなんか見えるもんあるんじゃないかなと思ってあのやってみましたね。なので、まず家探しから。で、家探しなんですけど、本当にクリスマスで全然家見つかんなくて、あの で少し立てすぐクリスマスシーズン入っちゃったんですよ12月でで向こうのクリスマスって本当になんか期間長いんですよねあの12月のね4日5日ぐらいにねそこの辺で行くとあのもう昼間からパブでみんな飲んでるぐらいな感じでお前ら仕事してんのかよぐらいな感じになっちゃう感じの雰囲気で全然ねメールのリプライとかも来ないとかそういう世界観なんですけど そういうところの状態で、まず言えないからどうしようみたいな、こんな凍えじるのかみたいな状況だったりとか、あとは銀行口座の解説ですね。あの皆さん銀行口座なんて一瞬で今バーってね、ペイ a y p a y b とかで作れちゃうじゃないですか。かそんな全然なくて、当時ですね、8年ぐらい前だったかな。あの、イギリス行って、で、当然外国人が銀行口座を作るっていうのは、日本人が日本で作るのとはもう段違いに難易度高いわけですよ。 で、正確に言うと、その、向こうで、その、公共料金払ってる証明書を出せみたいなのとか、もしくは、その、住所証明してくれる人、大家からのそういう証明もらえみたいなこと言われるんですけど、まあ、あの、流れの人間だったので、流れっていうか、もうその、なんだろう、まあ、10日間しか住めない家とかを点々としてたんですね、僕は。あの、家が見つからなくて。い住める人もいないから、 普通は作れないんですよ、そんな状態だとで。それを何とか改革てろうというバカな作戦を思いついて、作戦っていうほどじゃないんですけど、17個も銀行行ったんですよ僕は。で、17個も銀行行くと、あの、さすがにね、こう、あの、こう伝えればこういう反応が返ってくるのかっていう、英語力が微妙に上がったりをするんですけど、まあ、それでね、最終的にね、その、 ファンだったからねあのなんと日本人に優しかったという奇跡が起こったわけですよ。<laughs> うん、そういう奇跡もねやっぱ根性でやらなきゃダメなんだなって、当時、がむしゃらっていうのは運を引き寄せるんだなっていうのは、なんとなく思ってはいます。うんまあ、今になって思うとね、もうちょっと違う価値観を持ってるんですけど、当時はそう思ってました。 で、あとはあの、えっ、ー、と、まあ、銀行オープンして、家探して、あとんだっけ。あまあ、仕事探してとか、そういうところも含めてかな。あもう、とにかくね、3ヶ月間ね、英語力を上げるところも含めて、普通に暮らすというのを海外でやるっていうのを、まあ、人の助けは多少はいただいたんですけど、正規のルートじゃなくて、なま正規のルートじゃないっていうのもちょっと違うんですけど、まあ、まあ、とにかく、その、 なくて生きるっていうことの大変さみたいなことはすごい学んだ反面あのそこによってやっぱ状況打開能力みたいなのがついてそれはやっぱ今の,、まあの仕事だったりとか人生とかにも生きてるかなと思うところもありますしまあ大概のことはビビんなくなりましたっていうのは嘘で結構ビビるんですけど <laughs> ビビった時にどう対処しようかなっていうところは結構出てきたかなっていう感じ。 だから結構皆さんがね、仕事、仕事はまだしてないか、学生の方ですからね。あまあ、その、まあ結構無茶ぶりみたいなこと言われたときに、あの、仕事で言われる無茶ぶりなんかさせて無茶ぶりじゃないんだなって思えるようになってきたなっていうのは、そういう感じですね。<laughs> そういう感じだと思ってください。えー、次の質問行こう。はい。プータロー楽しいですかあ別にプータローではないんだけど、あの、多分あれだ、その、僕があの大学卒業して、 もうしばらくプータローみたいなをしてたっていう話のところですよねあ。楽しかったっすよ。あの、もうこれ何が言いたいかというと、そのプータローっていうか、まあその、まあ、まあ、プータローっ,っプータローか。まあ別に、あの、一般的には大学卒業して、えっ、ー、と、スキル習得して、大学あ、大学じゃないけど、就職しようとしてたっていう路線なので、あの、まあプータロー っていう言い方が適切かっていうのはちょっと僕の表現上、もう、あの、問題だったかもしれないんですけど、まあ、あえてコアプーたローとしましょう。楽しかったっすね。あの、なんだろう。何にも属してないという瞬間は意外とないんですよ、人間って。いや僕は浪人してるんですけど、予備校生の時でさえ、やっぱ浪人生、予備校生という肩書きがあったわけですね。じゃあ、あの時僕は何をしてるってどう名乗ろうかな、ときに、 フリーターっていうよりも悔しいっちゃ悔しいし、別にあのバイトしてたわけではないから、あのね、あの、それはちょっとそれも違うしねっていう話もあるし、じゃあなんて言おうかなっていう感じで、ちょっとね、あの、皆さんちょっと想像するともしかしたら恥ずかしいと思うところあるかもしれないし、あの、ま、いろいろ考えるかもしれないですけど、ギャップイヤーとかモラトリアム期間とかそういう言い方をするとちょっとかっこいいのかなっていうふうに思いますが、なんだろう 一回その野に放たれて規定路線のルールというものを意識しないようにして生きたっていうところの瞬間で、うーん自分で全てを選択するっていう強制的な期間になるんですね。それがすごい面白くて、例えば皆さん、今、えっ、ー、と、大学生だとするじゃないですか、大学生だと。じゃあ試験がある、授業があるっていう。 あえてその自分で選択してはいるんですけど、選択してないかのような強制力みたいなのがすごいあそれがない時にじゃあ何しますかっていうことを常に考えて動き続けないと何も変わらないわけですよ。で、これ意識の高いプータローだったんで、このパターンの場合です。僕の場合はですね。だから別にいいか悪いかの話ではなくて、何か変えなきゃいけない、何か道を開かなきゃいけない、けどどうすればいいかっていうのを分からない時間というのは、 苦しくもあり、楽しかった時間でもあったというふうに思ってますと。あとね、すごい体を動かすことを久しぶりにしたんですよね。だからあの毎日野球してたんですけど、あの毎日ね、野球したりとか、あの楽天の試合めっちゃ見たりとかしてたんですけど、なぜか。別に僕ロッテファンなんですけど、なぜか楽天の試合めっちゃ見てて。多分野村監督の次、楽天のスタメン言えたんじゃないかぐらい見たんですけど、当時は。まあまあ、そのままどうでもいいとしてですね。まあ、というところなので、 その、すべての選択を自分で考え続けなきゃいけないというあの時間。そして、えっと、隣で同じような選択をしてる人がいないというあの空間。それを体験できたということは、無の空間、自分で選択をして優を作り出すという、そういう時間にしてもらえたのかなと思っていて、それ自体にはすごい感謝してますね、今は。 うん、ただまあ当時はですね、そんなかっこいいことも言えるような人間でもないし、一般的にはまあ情けない人間ですよね。うん。まあそういう、なんか一般的にどうかということをですね。うん。なんだろう。まあ一般的にどう思われるかっていうことはあって、それも悔しいっちゃ悔しかったんですけど、正直言うと。うん。かなり悔しかったです。 かなり悔しかったんですけど、まあ、それが自分の現在地だからしょうがないかなっていう考え方と、やっぱ自分の評価を他人に依存しなくなったっていうところ、あとは自分の実力でいけるんだって決めた覚悟みたいなところがここで出てきたのかなと思うので、まあ、何らか参考になるところが今の僕の発言であれば嬉しいです。まあ、そんな感じです。えっ、ー、と、本日ここまでにしたいと思います。えっ、ー、と、ご視聴いただきありがとうございました。次回はですね、 えっと、新しい人と出会うといい人ばかりではないので騙されたりしませんかというこの質問に回答させていただきたいと思います。ではでは